機3497式輸送機挺身部隊で降下訓練機として使用される97式輸送機。垂直尾翼に描かれた丸20字の図案は落下傘を意匠とする挺身部隊の部隊マーク97式輸送機は大日本帝国陸軍の輸送機。機番号は機34。略称は97輸など。連合軍のコードネームはソーラ。開発は中島飛行機。製造は中島及び立川飛行機。中島が1936年に完成させた国産初の近代的な旅客機である AT-2 は当時としては優れた性能を示していた。これに陸軍が目をつけ軍用輸送機として翌1937年4月に改修を指示し、11月に審査完了。97式輸送機として正式採用した。形状は AT-2 とほぼ同じだったが、軍用化にあたって安定性、操縦性の向上のための小改修が行われた。また、後期の生産型では、イボ付きのカウリングを普通の形状のカウリングに改めたほか、本機の欠点の一つだった、信頼性に難のある、波24エンジンを波1/4に換装した。生産は当初中島で行われていたが、海軍の零式輸送機に専念するため1940年には生産を中止し、その後は正式採用後に中島と同時並行的に生産を行っていた立川に移管されることとなった。そのため、総生産機数318機のうち、中島で生産されたのは19機に過ぎない。立川での生産も1942年に終了し、次第に後継機である100式輸送機や1式貨物輸送機、1式総発高等練習機と交代して前線を退いた。その後も後方での人員輸送や連絡任務のほか終戦時まで現役であった。このほか海軍でも手頃な輸送専用機がなかったこともあり、中島式総発輸送機の名で少数機を運用した。なお、97輸は空挺部隊である挺身部隊の落下傘降下訓練用に使用されており、実際の挺身部隊の訓練模様を記録した1942年9月公開の映画、空の新兵及び劇中において、パレンバイ空挺作戦が再現される1944年3月公開の映画、加藤俊戦闘隊に共同挺身飛行船隊所属とされる本機が出演している。ありがとうございます。